イブブ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 イブイブブやあ、イブスケだよ。いや、本当は刹那圭介だよ。でも、イブをやってるときはイブスケで行こうかななんて思ったけども、5秒でやめる。はい、行ってみよう。刹那圭介として行ってみよう。オファイル7。ナイス。なんだろう。ギャリーさんと出会いました。でも、ハンドが伸びていました。そんな感じですな。さて、まあ、イブ、前回、一周目やったんがいつだったか忘れたもん。どこだったかな？僕がな。どっかにあったんよな。どっかに、ね、なんかあったんよな。ここら辺か。違った。何やっけ、これ。メールは好きですか？好きでも嫌いでもないと言わせてもらおう。壁のスイッチ。そうそうそう、そんなあったあったあった。すっかりぽっくりぽっくりやった。あっち脱出。危ない。バカ野郎。よっしゃ、こっち。オッケー。さすが、一回やったことはある。一周目二回ぐらい死んだけどな、ここで。ああ、こんなんもあったあった。パズル。脳を使う。今日、学校の授業で数学っぽい、まあ、計算式解きまくりよったけど、頭がちょっと働かんの。そのタイミングでこれはやめなさい。あ、間違えた。これじゃないやろうか。こっちやろうか。オッケー。もう感覚的にもできる感じなんですな。まあ、一回やったからね。そりゃそうですよ、まあ。目薬。確か、最初はこっちだろうと思っとったんが、こっちだったな、パタナン。こっち。ほら、刺す。刺したら、おお、うるおいってなるわけ。で、なんか移動して、おうおうおう、お前なしょうなしょうなしょうってなったら、ここが開いてる。で、赤い弾は。完全に順番違うな、一周目と。これ2個、何個目ぐらいか合わせたけど。ここから特訓は初めてな気がするな。額縁の裏に文字。大きな木の後ろにいいって言うよったんやな、一周目は。だんだん思い出してきたぞ。ここに入った。木どこやったっけな、ここか。あ、そう。これないよな、木。これ、ひよこちゃうんって一周目言おったっけな。覚えてない。あつ。また変なペン出てきた。よくあるんです。なんでか知らんけど、よくあるんです。まあ、結婚指輪じゃない。どうして、こんなところに。ギャリー、愛しているよ。はい、滑った。そういう婚約の仕方、なぜだろ、バカ野郎って。確かこれが、左手の薬指だったっけ？あー、指輪ちょうだいってぐにゃぐにゃさせたんで、指をね。確か薬指だろ。ほーらー、左手の薬指に婚約指輪はめるもんっていうのをなぜか俺は覚えとったんよな。一周目。俺結婚とかそういうの興味ないんよな。童貞18歳やで。あと2ヶ月で20歳、じゃあ19歳になるんやけどね。童貞19歳。もう多分魔法使いどころか、さらに賢者とか、大魔教師とか、そんな大魔教師ってあるそういうレベルの人になれるんじゃ。すごいだろ。誇ったらあかんな、それ。花。そう、確かこいつに1個忘れるんだった。花ちょうだいって感じ。花、お花、いいなって感じ。うん。その花くれたらここ通してあげるよ。あげる。ありがとう。いい匂いだね。それじゃあ、いただきまーす。隣の分ご飯でもやればいいんか、これ。またやればいいのか。美味しかった。ありがとう。約束だからね。ここどうすよ。よっしゃー、いけますぜ。もうここら辺もパス。めっちゃ怖そうなポイント。いやもう、絵のやつ終わったんやけん、もういいだろうって、この口調で喋るもん。あ、そう。確かこいつ、イブの方を見よんだったな。ねえ、なんか、右肘、左肘みたいな感じで。ねえ。なんか言おうたな。そんなに覚えてないのに言うっていう。
あかんよ。そうそう、こんなところもあった、こんなところも。こいつらのドリツカが動き出したりしよったような気がする。まあ、とりあえずまあ手当たり次第にやっていこう。あ、入力せよとかあったな。確かそろそろ攻略サイトを見てのパターンのやつが来るんかな。攻略サイトセット、まあ、とりあえずやっていこうか。あ、だからここ見た、ここ見たって。こっちか。部屋にある女の絵の数ですか。14人ぐらいだったと思うんで、もう数えずにやってやら、あー、出るっていうか覚えてる俺。さえてる、なんか覚えとったわ。14人ってこと覚えとったな。バラワンはないや。あー、パリン言うた、パリン言うた。どこでパリン言うたで、ね、作品にはお手を触れぬようにお願いしますって。向こうから触れてくるパターンの方が多いんやけどな。それがおかしいんやけどな。楽しい毎日。美術館にはちょっと不気味な遊園地、おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。はいはい、そうですか、そうですか。あー、やってまった、やってまった。もう、あーって。そこか、そこか、オッケー。そんな天然だぜ。こいつらのドリツカが動き出したような気がする。動かき出さない。あ、そう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 。このバンジージャンプ失敗。全体を見る。このバンジージャンプ失敗の胸に書いてあるんが、服。胸に書いてあるんがパスワードだった。これを90度、90度ちゃうもん、180度回転させて、なんかライン来たんやけど。無視ね。90度じゃない。はい、だから180度って。180度回転させたら、それがパスワード。6295ね。回転させたら別の数字になるシリーズやね。うん。あ、ちょっと。6、295。あ、6にやっても、6やってもだ。あー、もう焦るな、焦るな。6295度、OK。何かの音がした。開いてます。なんこれ。これだけかよってなったんやったな。実はそうじゃない。これなんですよ、これ。ここに持ってくるってことですね。カチャーって。ああ、お前どこにおる、なんでこんなとこおるんや、おらんかったやろさっきまでってなったんやな、一周目。もうびっくりせんもんね。わーお。It's beautiful, Mira. よくわからんことをとりあえずつぶやいとけばいいのさ、実況は。そんなこと言っちゃダメか。なんだ、確かここか。そう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 。で、ここ鏡があって、鏡を鏡を鏡さんってやいよったな。カットね。あー、お前何しよんなーって、もうやいよった、やいよった。なんなん、ポケモンの笛吹けばいい。そうしたら起きて、てれてん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 。あ、野生の骸骨の頭が現れたってないか。まあそうしてこう調べたら、でポケモンの笛を吹いていないのに骸骨の頭が勝負を仕掛けてきた。わーってなる。驚きすぎだ。イブの方がまだ冷静やなこれ。このやめて。そうなると。わかったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわね。さあ、じゃあ行きましょう。まあ、こんな感じで、一つフラグ回収だったりする、これが。言っちゃった。言わないとか言っとったのに言っちゃった。完全に言っちゃったよ。まあいいでしょ。お、一周目は、まあ、実は蹴らんかったよね。いや、蹴らんかったんやねんね。蹴ったんよね。蹴らせたんよね。そうしたら、この入り口のところにドクロが集まってるって感じ。おっと、緑のやつ。おったな、こんなん。へいへい、カモンベイベー、カモンベイベー。あーちっ、いや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 、やばい、オッケーオッケー。問題なかった、問題なかった。オッケー、はい。あーちっ、ナイスかい。あーちーって、あ、いけたわ。普通にいけた。お前らの防衛もどうなったの。ひらくそめ。あー、こんなところもあったな。こんなところもあったなーって思う。
こうして、ドゥルル、ドゥルルルルル、ルル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 。おはようございます。イブコの部屋ですわ。てか、やいよったな。やいよった、やいよった。懐かしい。確かここは、右に動かしたらいいパターンなんだったかな、確か。で、出ようとしたら、あ、違ったっけ。あ、そう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 。これとか調べないかんだだった。この二人は、どうしたの？イブ。え、この絵の人、イブのパパとママなの？ってなるわけです。へえ、確かにイブに似てるかも。でもなんで、こんなところに備えがあるのかしら。え、二人はどこかって？それはちょっと私にはわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構奇妙なこと、そんなこと言う。ギャリーセンサーと働かんのかね。ギャリーさん、そういうところで活躍せんかったら、どこで活躍するんですかでも。ああ、ここで開かない。まあ、2周目なんで展開は知ってるんだ。どうすればいいかっていうとね、まあ、この辺で待機しておきます。この辺で待機しておきます。しておきます。じゃあ、あ、ちょっと、そうしたらここから出る。おお、みんなすごい動いてるってなってますね。そこで、ここ、空いてるので、ダッシュ！オッケー！こういうわけです。なんでみんな泣いてるんだいって、後ろの絵にも見て、そう思う。はあ、はあ、こう。コマネッチーって、ほら、見て。あ、マウスずらんのか。今、ギャリーさん、コマネッチーの体勢取っとんの、これ。足ひ、まだ開けてさ、コマネッチーってやってない、これ。なんで頭を下に向けとんかわからんけどさ、コマネッチーって。ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあ、見なさい。お？さてと。それじゃあ、先に、って、イブ？どうしたの？大丈夫？イブ、ちょっとしっかり。イブ、イブ。こんな感じ。不思議の国のイブ、不思議の国のイブ。あつ、あげません。隊長、あげません。どうすればいいんです？あいた。だった、脱出。エスケープ無理。エスケープ無理、エスケープ無理。おお。こんな感じ。あい。おはよう、イブ。気分はどう？怖い夢を見ました。そう、かわいそうに。まあ、無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったら、ね。起こせばよかったですからね。ごめん、気がつかなくて。イブ、そのコートの左側のポケット、探ってごらん。うん？キャンディーが入ってる。それ、あげるわ。食べても、いいわよ。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょう。はーい。あら、まだ寝ててもいいわよ。この部屋は安全そうだから今のうちにしっかり休んでおきなさいな。はーい、休んでおきます。はーい。あら、まだ寝ててもいいわよ。この部屋は安全そう。まだお前そんなことよ。はーい。アイスアイスアイス。もう言うことしか喋らない。出てることしゃべりませんよ。出てることしゃべりましょう。ヤキャリーさん、なんかないんすか？なんかしゃべることないんすか？他にね。え、はい、しゃべることしゃべること。あ、しゃべることないんすか？なんかないんすか？他にないんすか？ないんすか？うん。ところでギャリーさん、あなたコート脱いでるのになんで左のやつじゃコート着たままになってるんすか？どういうマジックですか？コートこれでしょ。はい、どうぞ。コードどうぞ、コードどうぞ。
え、イブですか。え、私、まあ、まあ、実はね、32歳なんですよ。それがね、まあ、みんなが若く見えるんでね、みんなに、7歳って言ったら、そう信じてもらえるのよ。すごいでしょ、すごいでしょ。あ、9だった。へえ、若いわね。まあ、若いけど、若いけど間違えた。しかし、その年で美術館ってすごいわね。私なら絶対飽きてるわ。そうですね。タイトルが無題ってあるけど、無題ってタイトルなのか、タイトルがなくて無題なのか。あんたどう思う？ですね、こういうはなんつうか、そうですね、無題ってつけるほど何もないんだったら、もう絵が無駄なんじゃないですかね。だからタイトルも無駄ってやってればいいんじゃないですか。無題と無駄って一文字あるかないかぐらいなんで、もう書いてもいいんじゃないですか。無駄に、無駄に、うん。というわけで、まあ、はじめ、意味わかんなかったみたいね。気にしかなくていいわよ。お前、今の言うことが聞こえてないんか。だから、無題ってあるけど、無題ってするほど何もない絵だったら書くの無駄だから、無駄ってタイトルにしとけばいいって言ってんでしょ。キャンディー食べないの？レモン味嫌いだった？あ、違うの。まあ、食べたい時に食べるといいわよ。こんな小さいキャンディーでも食べれば少し落ち着くでしょうしね。ギャリーさん、私を子供だと思ってバカにしてるんですか。私の好きな味はハッカですよ。レモン味なんか甘ったるくてダメですよ。レモンの酸っぱさもそんなに好きじゃない。それよりかハッカの苦さです。それの方が美味しいと思いますね。部屋、この部屋が近くにあって本当に良かったわ。扉があれば絵の女は入ってこれないみたいだし、そこの絵も害はなさそうだしね。そりゃ無題やけん無害なんじゃないの。一文字違いがこういう新しい連鎖を生み出すのです。イブ、もう歩けるの？疲れたら我慢しないですぐ行ってね。遠慮なんてしなくていいからな。お前見てなかったか、バリバリ歩きよるわ。ダッシュのボタンがないからダッシュができんけど、多分ダッシュできる。うん、なんか喉乾いてはね。花瓶の中の水って飲めるのかしら。飲めても飲まんと思うけどな。冗談よ、分かってる。お前な、俺の冗談に付き合ってくせに何をお前から冗談言ってくよ。やめとけお前。あ、これ同じか。よく考えたらイブは私と会う日までは一人で歩いてたよね。刹那圭介もいますよ。心の中に刹那圭介、それが今のイブです。大したもんだわ、ほんと。ちょっと今日、荒っぽいトークしよる喧嘩、噛んでしよるけど、まあ、よろしくね。え、何読んでるのって？ここに、よし、じゃあ、ちょっと長く話しすぎたかもしれん。今回はこの辺でセーブさせてもらって、ここで終わらせてもらいましょう。今日はちょっと暴走気味のトークでしたね。まあ、一周目、いや、二周目やけん、まあ、ちょっと謎解きとかはやったことあるんでパンパン進むんですよ。その分トークにかけたい、そう思ったからこんな暴走的なトークなんです。そこはちょっとご勘弁ください。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け